フロントポーズ。だいぶいいっすね。バックポーズ。フロントポーズ。腹斜がえぐれてるっすね。こっちでやってみましょうか。バックポーズ。ちょっとだけ角度つけすぎですね。それぐらいでいいです。はい。OK、フロントポーズ。ポーズ取るたびに弱なってるっすね。はい。フロントポーズ。バックポーズ。OK、フロントポーズ。完璧です。腹筋もう呼吸でいった方がいいですね。パンプガンガンせずに。ここがもうすごいドライになって細かく出てるんで、やしるとペタンってくっついちゃうんで、いい感じですね。やっと当日迎えました。どうです。いい感じ。まあでも、ちょっとむくみまでましになったかなっていう。全然全然、こっからでもまあだいぶ抜けるんでね。ステージ夕方ですね。ほぼ夕方やな。だいぶ、アブロラいる？全部取れてん。そうですね。すごい量のアブロラ。アブロラの量がすごいですね。全部取れてる。潰すぐらいしたんですね。そうそう。しかも、アスカさんちゃうで。吉野さんのお父さんが。あ、そうなんですね。すごい。今おらんのですか、飛鳥さん。おやじは多分今日は休みやから。そこで一緒に写真撮ってもらってんじゃんすか。おやじ、今どこ歩きに行ってんじゃんかな。あ、そうなんストレッチ効かしながら。ええ。腹筋、この靴の曲げる位置だったら腰が曲がったから、ボールを置いてここでストレッチで、この縦割るのにずっとこうストレッチかけながらやってくるとか、下でとか、あのハンボールとかでストレッチ。ああ。そうそうそう。なので、これ、ベンチ上げて、はい、それで、足上げて、ここ、すんのにもう、ボールで、ここ持ってきたりとか、これで、14度で、はい、有酸素、毎日45分やって。その間の事故ってトレーニングして、あ、そうなんですね。自転車こいだりとか。へえ。親父はもう外歩きに行ってるから、山の方。はい。そんなトレーニングは分かるしだから。まあ、基本的には俺もあんまり使わへんけど、はい。もう工場のとこで、やってる変に怪我していかんから。はい。へえ。大型腹筋とか、もうこれを持って腹筋とか、もうボールで腹筋やったりとか、そんなのばっかりです。ホームジムではないわ。ホームジムじゃないっす。ホームジムと言われる。ジムパーソナルジムでは、羨ましいぐらいの広さですよね。日焼けと、いつでも焼ける。もう YouTube の登場シーン、コウスケさん、この中から登場みたいなね。あ、ようやりまーす。すごいっすね、これ。え、あ、そうなんですね。そう。家にあるっていうのが。あ、そうなんですね。普通にヒサロとかに置いてあるやつですよね。そうそう、ヒサロとかで。そう、15年前に。
受付のお姉さんいますね。いるな。すっごい。シャワーもあって。優先もあってな。あ、そうなんですね。優先切っちゃうから優先ってな。これは0.5キロ。まあ、近づいてやこの時間。0.5キロ。はい。はい。はい、あの現場で行くときまだ時間なくなったとき焼肉屋、あ、はい、ありがとうございます。時間大阪で行くときに、全然遠慮なく。ありがとうございます。お金もかからへんし、何時でも終わるさかや。仕事終わってから10時に行きますわ、言うたって。あ、うん、あ、言うて、言うて、言うて、勝手にあげて、帰ってあげて、わかりました。すごい。すごい。こんな施設があるんですね。だからみんな言うねんって。はい、いかんでええやん言うけど、はい、いやまあまだちゃうやんと思って、うん、そうそうそう。でも初めはあんまり行ってない時とか、はい、大阪から出た時行かれへん時とかってもうここでがむしゃらにしたりしてた、うん、そう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 、まあ、こんな感じです。はい、行きましょうか。よしよし、家の庭がこんなカサカサ言うて、すごい、こんなことあれ。どうぞ。これはアスカさんの庭です。はい、奥まであった、すごい。庭って言っていいんかな。庭、そうですね。想像する庭ってこんな感じ。庭園。ここが、ああ、ここが真っ白みたいな。うわ、ここが真っ白みたいな。え、これ京都であのカズキと一緒に行ったとこって。ここで撮れるじゃないですか。ここでクロノスの撮影できるよ。すごい。すごい。すごい。綺麗にまた。No。手入れが仏壇もあるから、まあ、本家、はい、ちょっといつもこういうの仏壇もある人があるから、はい、足穴閉めてる、はい、閉めてる、はい、やれ、お前よく見えるわよ。これフォローよ。中見える？これ本家でフォロー。天空ナイスナイス。見えますよ。見えますよ。この風だったらもういけない。落とせんな、これで。海外の人見たら喜ぶでしょうね。喜ぶな。ねえ。むしろ落ちるのまだガレージあるから。はい。月4回目、ビザ次第では9月の韓国でお受けください。
という推薦書を皆さんにお渡しします。漏れちゃうから。番と間に87番。
あったら、はい、俺もパンプ道具はちょっと行き整えて、ちょっとこっち呼ばれた時に行き整えたから、はい、笑わしたと、はい、こっちがね、多分肩上の気にしすぎて、こう通った時に右がこっちこう上がってるんで、これが抜けるから、肌こう固めてもうたら、そのまま横に固めてあげないとまっすぐなんで、よかったです、はい、よかったです、力入るように、もう全力で吐き切るもん、どっちが切れますか、ね、でも OK、 バックラー行きましょう、はい、前の方お願いします、はい、行きましょう、続いて、バックに入ります、はい、それでカプタナナ、はい、エントリーナンバー171番、岩田拓也、エントリーナンバー171番、杉村浩二、エントリーナンバー201番、宮田エスカー、エンジンナンバー204番、前田。
けばほら。215番201番214番はい、どうぞ。32番が170番と175番の間に入りましょう。175番はい、どうぞ。評価してくれてないですね。だからね、アスカさんちょっと1000円からだいぶ下がってるんで、めちゃくちゃ自分だけ一人後ろやったんですよ。後ろやったな、最後だからもうラインよりちょっと前で、で横の人選手見てつま先で合わせて、そのちょラインちょっと見たくて、結構ぎゅうぎゅうで寄って真ん中自分で行かないと端っこに寄りすぎてたんで、気分いい取って、はい、お疲れ様です。ごめんなさい、絞れんかった。いや全然全然気分いい。本当ありがとうございました。この1年頑張れた。行こう。もうちょい正面向きましょうか、両方。はい、やった。すごいですね。ありがとう。いやいや、自分頑張れた。ありがとう。いや、俺もありがとう。ありがとう。いや、頑張ろう。頑張りましょう。一回、飯行きましょう。お疲れさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どっとります。はい、はい、行きます。はい、チーズ OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ後で裏で撮れやしたい。はい、あ、こっち撮るよ。撮ってないよ、一緒に撮れ。撮りましょう。これで写真がカバナーがんぱ、あの、顔されるパターンやめて。ちょっと僕だけ参加してるとってくれて、あと仲間でちゃんと踊ってます。ええ、もうちょっと落ちていいですか。はい、そうですね。はい。はい、ではね、まず全身で踊りいたします。はい、撮ります。もう一枚。はい、では撮ります。はい。あ、いいっすね。はい、次、あの、バストアップで撮りますので、ね、はい、はい、お願いいたします。お、アスカさんの前。はい、お願いします。はい、
はい、そのまま後ろの方に行ってください。後ろの方に行ってください。そのまま後ろの方に伸びていってください。ということで、行きます。大丈夫ですか。それでは行きましょう。ここからもね、各クラスのチャンピオンオーバードームが当たります。 OK、ベンリー・グーマーサーさあ、ぜひ皆さん、ノービスクラス、そしてオープンクラス、オーバードーム、自分のやつとメダルで交換す、交換して本物とマリアッション。あ、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 マイクが終わる。あ、はい、じゃあお待ちしてます。200本票もあるんで10番藤波修一郎メールジーム新たなトップメールが220番ボールジーさん鶴橋できてよかった。さあ、皆さん、お願いします。そして、やりました。よかった。エクステント、マスクシェフ、サブリエントセット、アウトの5ポイント、イエーイ。リアルマシン、ライマックス、無料で選択しました。さあ、本田選手、オーバーコールです。いただきます。はい。以上、全部20分、マイナス100万円でした。放送開始をください。よかった。よかったですね。マジよかった。マジよかった。ああ、ちょっとうるっときたな、だいぶ。よかった。このままオーバーオール。はい。そうです、こちらです。
障害が起用この時この時にコンディションを合わせてきた選手が勝ちます、まあ、ボディーコンテストではそういうものです。ちょっと見たいと思います。どうぞ。私の赤でも見ます。今日と明日ではまるで順位が変わる。それがボディーコンテスト、それがボディーコンテストの面白み。じゃあちょっと前進みましょう。前進みましょう。慶応に印象深い選手の一人でした。さあ、前日に日本にオーバーオールチャンピオンに輝いた林選手には、さあ皆さん、ここまで来たら最後まで行こう、ここまで来たら最後までお付き合い願いたいということで行きましょうか。 LPG ワールドワイド WJ リージョンショー、そう、三重クアラジャパンアルティメットウォリアーチャンピオンシップメンズフィジック、オーバーオール審査です。Thank you.
はい、だ。いやー、よかったっすわ。いや、もう一回オーバーオール取ったらよかったっす。やれた。やれた。やれた。素晴らしい。やりきった。2年連続同じことはできない。なかなか。お前にぶった。みんなに支えてもらって。やっぱり精神的にメンタルで、みんな出会えた時期もあったけど、まあ、こうやってこうじゃ、瞳、宮本とか周りのみんなにちょっと和樹君お世話し支えてもらってここまでやってこれた。でも自分の力じゃやっぱ絶対折れてるんで、去年とどうよ、リレーバーさせてもらってオーバーオールさせてもらって、本当に気持ちいいステージでした。ありがとうございました。おめでとうございます。もう最後です。いやいや、もう来週ですか、来週ですか。もうほんま良かったですわ。ね、最高。頑張ってもらったですね。いや、良かったですわ。素晴らしい。一番最高の結果だから、スピードがあるし。ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様でした。